低音。やっば、寝坊だ。遅刻したなあ、今日午後3時に起きたって本当？いや、危うく部活すら遅刻するところだったよ。3時ってついさっきじゃないですか。授業まるまる無断欠席しちゃった。ていうか、なんで口の中血だらけなんだ。まったくしょうがないゴミ人間だな。なあ、なんで口の中血だらけなんだよ。見ろ、まるで人がゴミのようだ。目が、目が、目じゃなくて口、なんで血だらけなんだってば。いや、慌ててトースト加えてきたから口の中切っちゃって。ありがちですね。ポテトチップスの硬いところが歯の隙間に刺さるのもすごく痛いよな。うわ、それあるある。僕も肉まん食べてたら膝の皿がばっくり割れたな。え？つなぎもを食べるたびに親戚のおじさんが徐々に明るさを取り戻したりするんですよね。あるあるある。あ、ねえよ、おじさんに何があったんだよ。とにかく俺たちがエビを食べるたびに東南アジアのどこかでまた一つマングローブの森が姿を消しているってことだよ。今日みんなどうしたんだ。そんなことより新入部員獲得の作戦ちゃんと考えてきた？新入生が入学して2週間経つのに未だに入部0人ですもんね。まあ焦ってもしょうがないって、ゆっくりやっていこうぜ。そんな悠長なこと言ってる場合か。今年から新入部員のいない部は即刻廃部なんだぞ。え、そうなの？なんで部長の律夫が知らないんだよ。生徒会長が言ってただろ、粛清だって。まああの人はポルポト派ですから。ポルポト派？何が？あれ、律夫はスンニ派だっけ、シーア派だっけ。え、何その派閥。いやですね部長、とぼけちゃって。だから小さい頃ヤクルトは爪で穴開けて吸って飲むタイプだった？いや、普通に全部開けて飲んでたけど。あ、ならスンニ派だ。スンニ派だな。スンニ派ですね。じゃあ吸って飲むのがシーア派？え、何言ってんの。吸って飲むのは吸って飲む派だよ。え、ルール違くない？だって吸って飲むんだろ。吸って飲む派だよ。当たり前じゃないですか。なんでシーア派は？シーア派どこ行っちゃったの。バカだな。シーア派はいつだって俺たちみんなの心の中にいるんだぞ。え、今日みんな絶対おかしいよね。いつもこんな変な空気だったっけ。とにかくうちに新入部員が来ないのは合唱の魅力がみんなに伝わってないからだと思うんだ。もうさ、ダイエットに効くとかみんなやってるからとか言って軽い気持ちで始めてみようって誘えばいいんだよ。なんか違法薬物みたいな誘い方ですね。やる、絶対っていうポスター作ったらどう？ドラッグから離れようよ。いじめ、かっこ悪いって書いたらどうですか？おい、小池。でもいいんじゃない？ポスターかな。これは警察のポスターを言い合う時間ってことでいいのかな。じゃあ、日本中のパチンコ屋の看板から歯だけを盗み集めて神社で燃やしてもらったらどうでしょうか。お、いきなりどうした、どうしちゃった。全宇宙のカオティックエナジーを集めて足立区と葛飾区のドメスティックなモホロビチッチフレンズ区面を断ち切るんだ。え、俺だけかな。この空気読めてないの俺だけなのかな。それはいい、きっとハムスミだ。ムホレサボホロビッチ、スケペルベモザンサッパイ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 Happy birthday to you. え？
ハッピーバースデー。嘘。まさかこれって、ドッキリ？ちょ、ま、いや、ちょ、やめろよ、もう。おめでとう。おめでとう。おめでとう。お祝いされて嫌な気はしないだろ。はい、誕生日おめでとう。あ、ありがとう。どこからおかしいと思った？最初からだよ。肉まん食べて膝の皿は割れないもの。皆さんリアリティがなさすぎなんですよ。麦太郎だって何なんだよ。砂肝でおじさんが明るさ取り戻すって。っていうか俺誕生日全然まだ先なんだけどね。まあいいや。ああ、僕もうなんだか眠いや。はあ。引っかかったな。偽ドッキリに引っ掛けておだてたところを睡眠薬で眠らせる。次に目覚めた時はロッカーに監禁されていて、入部を約束するまで帰れないって寸法だ。名付けてドッキリ眠らせ監禁脅迫大作戦。どうかな、この新入部員の勧誘方法。周り黒いよ。っていうかな。空へ翼